今放送をお聞きいただいているのは12月18日の日曜日、かなめちゃんと話しているのは収録の16日金曜日、つまり松山市の総合コミュニティセンターの会場のライブリハ終わりということで、相手はですね、番組制作担当の和田ですけど、まあつくづくすごいよ。したら今コロナ禍はこう万全の体制でね、2022年走り続けてきているわけじゃない、はい、そうですね、やっぱりこう生きてるといろんな出来事あるわけだけども、それのために休んだりとかするよりは、起こった事象の中で何ができるかを継承していくというのがあって、まあ、たまたまコンサート業界もガイドラインというのをね、3年前ぐらいに出して、それでライブやろうということになって、僕らとしてもですね、そのできるだけ万全な体制で、かつやっぱりお客さんもいやいやまだ行けないよっていう方もいらっしゃった時期でした。でも始めてればいつか戻ってくるはずだし、よし今なら行こうとかね、それからあと、まあコロナとは言いながらも、その音楽がないと俺は生きていけないっていう人もいたりすると思う。僕も実際そんな人間だったけど、だからできる状況を、作ってちゃんとやるということで、まあ、前回の年中模索ツアーから、そして、今回、ブギウギワンダーレビュー、これをですね、まあ、なんとか、コロナというのを大前提にして、お客さんの、万全な、こう、なんていう対策をしながら、そしてお客さんにもいろいろやっていただいてるんですけど、今のところね、メンバーもそうですけども、お客さんの中からも、感染の報告もなく、なんとか頑張れてます。そのバンドの、その思いとさ、その、それを主催するイベンターさんのね、はい、そういうのが合致してるよね。そうですね、やっぱこれどっか欠けたところがあると、どっか、ね、水が漏れちゃうというか、うん、穴が開いちゃうんだと思うんですけど、やっぱみんなコンサートを成功させるために何が必要だというのをすごい考えてくれてるから、うん、そういうことを含めて、やっぱりそれを、まあ、走り抜けてきたというか、また来てるわけで、はい、今回のツアータイトルだって24年ですよ。そうです、ブギウギワンダーレビューね、2022から24、足掛け3年、これミスプリですよって言われるんだけど、すごいね、3年間で。まあね、やっぱり僕らミュージシャンって、アルバムっていうのは、ツアーとはまた違う思いで作るわけですが、それはどういうものかっていうと、やっぱり音楽的に一番なんて言うんだろうね、集中力が高いっていうか、こういうものを聴かせたい、こういう形に作りたいっていう、もう紛れもない、こうなんて言うんだろうね、ブループリント、その設計図があるわけですよ。その設計図をなんとか形にしようと思うのが、アルバムなんだけども、ライブっていうのはもう何もない、本当にその日その日のコンディションでやるわけで、僕らにとってそうやって設計図を作って、一生懸命構築したアルバムを、2ヶ月3ヶ月のツアーで終わらせるのは寂しいなと、もう最近思うんですけど、全国ツアーって言いながら、いや四国来てねえぞとかね、九州行ってねえぞとか、そういう、ね、人もいたりするわけで、僕らは47都道府県全部回って、しかも、まあ、変な話ですけど、この今年の10月に出たブギョギワンダーレビューの話を3年かけて話できるわけですから、ね、3ヶ月で終わっちゃったら、そこでアルバムの話は終わっちゃうけど、僕らはその3年かけて自分たちの作ったアルバムを皆さんにお伝えしつつ、かつ、まあ、ライブっていうのは、なんだろう、その年のことだけじゃなくて、僕らの歴史がそのまま詰まってるから、40年のスタルビをお見せできているのが今のライブかなという気がします。さあ、見てくれ！スタルビ号自慢のハイパワーエンジンが降りてきた！あのエンジンでラストスパートをかけます！このエンジンを回すのはみんなのエネルギーだ！パワーをくれ！行くぜ！行くぜ！行くぜ！おい、回らないぞ！もっとパワーだ！行くぜ！行くぜ！行くぜ！よーし、回り始めた！みんな大きな拍手だ！この曲で！年末特別番組、スターダストレビュー、ツアー2022から2024、ブギウギワンダーレビュー、根本かなめ、大いに語る。この時間は、リーダーの根本かなめさんに、2022年を振り返りながら、新たな年2023年への熱い思いを伺います。インタビュアーは和田元光、番組制作プロデューサーです。風しか吹かないこの街で霧がない
つけたりもした。たぶん天国は望めない。あとどれくらいだろうなんて考えないで、ひたすら生きる信じて。体の外に吐き出せ。おい追い風を待ちくたびれた旅人じゃなく自分で飛びたいと走れ。風になるまで繰り返す若さもきっと無駄じゃない。Love. 疑うことも
吸い込まれてゆく愛のさなめの中に好みを任せ時の流れゆくままに二人の愛を壊そうとしても抱えては微笑
並行してこういういろんなプロモーションもあったりするんだけど、うん、例えばさそのライブってやっぱり演じる側も聴く側も、うん、やっぱり両方がすごいあの対峙するわけじゃない、うん、思いも強く、はい、で両方を感じることができる。で例えばねあのライブアルバム10月出してるけど、はい、あれ聴くと、うん、あのアルバム聴いてるっていうライブに行ってる感じがするんだよね。あ、そうですね。僕らはあの DVD、ブルーレイ毎回あのツアーのたびに、映像収録してるんですけど、それの音源を聞きたいという方もいらっしゃるんでね、うん、これは格安 CD 本当にだって1000円のライブアルバムなんかないじゃないですか。で僕らはあの会社とちゃんとその辺の承諾を得て、うん、まあ、ある意味ブルーレイでね使ったものですから、まあ、絞りかすみたいなもんだけどねそれでまあ1000円という格安で出して、僕らを知ってくれるには、あるいはスタルビのライブってどういうんだろうって思ってくれる人には最適なアルバムかと思うんですけどね。そうなんです、はい、だからそういう楽しみ方ができるわけでしょう、うん、五感を全て使えるわけで、そうですね、贅沢っちゃ贅沢なわけですよね。実際に音楽って人それぞれ楽しみ方は僕は違うと思うんですよ。いや僕は家で聴いてるだけで十分だって人もいるかもしれない、いやライブこそが音楽だって人もいるかもしれないし、その両方をね順番に楽しんでいくのも、ライブあのそのミュージシャン楽しみ方だ、どんな楽しみ方をしていいもいいと思うんだけど、ただ僕はライブっていうのは音楽とはまた違うね、なんていうんだろうね、例えばお芝居行ったり、するのと同じように、なんかその日に自分が感じることが、なんて、例えばテレビ、いや、CD を聴いてるとき、アナログのレコードもいいけど、もう本当に今、和田さんが言った、対峙するわけですよ、音楽と。ところが、ライブって、もちろん個人で、だから1対1の対峙なんだけど、実はそこに、何百人、
ね、下手したら千何人という人が同じ思いでミュージシャンにこう思いを送ってるわけです。あれがね、非常にピュアな思いっていうかね、わかる、あの楽しい思いはね、同じものを共有して楽しんでるっていうか、あれはもうね、やっぱライブ会場にしかないものだね。これね、皆さんあのこの言葉を聞くと誤解する人が多いんだけど、究極のアマチュアリズムなんです。あ、アマチュアリズムって純粋な思いなんです、うんうん、これを営利を目的としないっていう、まあ、書いてあるそういうことじゃないんです、うん、アマチュアリズムってのは個々にあるプロだろうがどうだろうが、うん、心の中で純粋な思いをでやってるってことなんだろう。あ、まあ確かにね、そうですね、うん、たまたま僕らの音楽を好きになってくれた人たちが会場にいてくれて、僕らとしてはこの皆さんの顔を持って作ったわけじゃないわけですよ。でもどっかでその曲を聴いて楽しんでくれて、それを聞きにこの会場まで来てくれる。で、自分たちの音楽がこう一回りも二回りも大きくなったっていうかね、すごいなんかこうその音楽の意味とか、うん、あるいは説得力の厚みとかね、そういうものをね感じさせてもらえるのがライブですね。そうです、うん、だから僕なんかはそのライブによく行くんだけど、はい、それプラススタジオで収録したもの、それを学習していくのよ、うん、僕もそうですあのこれさ、あのね、ラジオ聞いてる人の中でネタバレ嫌だっていう人いるじゃないですか僕あのそういう人の気持ちも分かるけど、僕は学習していきたい方だ。あのスタジオバージョンがライブだとどうなるんだろうとかねそうなんですよ。え、あそこの左から右流れる感じだとどうだとか、うん、あそこのブラスのとこどうだとか、そう、ここはギターソロじゃなくてサックスソロだとかね。そうなんだ、まあ、僕はそういう思いでやってますけど、別にあのネタバレがあの嫌いな人は別にそれはそれでその瞬間を楽しめばいいと僕は思うんですけどね。あと、まあ、僕らみたいに長いことやってると何やるか分かんないから、楽曲あのね予習が大変だったりするわけよ。だったらまあね、どっかに出てるんだったら僕はそれをあの友達が見に行ってこんな曲やってたよっていうのを知るのでもいいかもしれない。でもやっぱり知ってようが知ってまいが、その瞬間に聴く音楽とかその瞬間に出てくる思いっていうのはやっぱね、それは行った人しか味わえないですよね。例えばさ、ギターで指がちょっと滑って違う音いくとか、うんうん、ピアノがこうかぶってるとか、うん、それがかっこいいじゃん。そうなんですよ、あの僕らはグッドミステイクという言葉をよく使いますけどねまさにライブならではの面白さだし、うん、そうだよね、うん、それが楽しくてね、僕たちはライブやってるところもあるし、 ね、そこにお客さんの拍手や歓声が乗ってくるわけですから。特に今回、まあ、そのブギグね、新しいそのアルバムね、うん、これのブラスの音がね、うん、まあ、実は僕も、まあ、まあ70になるけど、はい、20代の頃こうちょっと勉強した時期があって、そうですよね、アレンジャーを目指して、そうだそうだ、ね、はい、そう勉強したんだけど、はい、その音がね、新しいんではなくて、あえてね、50年代60年代、まあ、70年ぐらいのフルバンドの趣なんです、はいはい、そうです。ここは、はい、もともと今回のアルバムを作る時に、初期の作品を焼き直してみようと思ったんです。というのは初期の作品って、まあ、ありがたいことに僕たちはデビューの頃から本当にディレクターの方が好きに音楽を作らせてくれたから、あの時にできる最高のものは作っていたけども、今思うとやっぱ歌も演奏もね、だってアルバムを作ってる時はアマチュアですからね。1枚目が出ることで名前をもらって初めてプロになるんだけど制作してる期間っていうのは本当にまだまだアマチュアな気持ちでね、それを40年経った、僕たちがプロとして作り直してみようと思ったのはね、今回のブギウギワンダーレビュー、これね、よかったね。なんか、まあ簡単に言うと再利用ですよ、これね。いやいや、 SDGs みたいなもんですけど、でもやっぱ初期の作品を僕自身が本当はね、あのね、例えば、グレン・ミラーオーケストラでも、うんうん、それもカウント・ベイシーでも、トミー・ドーシーでもいいんですけど、そういう今も実際に現存している、ビッグバンドの人たちにアレンジをお願いして、スタリビは歌だけで作ってみようと思ったのがあった。でも実はカウント・ベイシーさんにお願いしようっていうミーティングまでしておいてでも実際にもしそのできたことが僕ら の、 あの意図するものと違っていたら、やっぱりそれは、ね、超大御所に頼むわけだから、これじゃないんですとは言えないじゃないですか。だから責任を取るために、だったら僕らでやっちゃおうというところで、うち の、 あの本アレンジをやってくれる前田大輔君というね、うちの、ナフナホーンズのトロンボン奏者ですけど、オルケスタデラルスでも聴いてますけど、彼にあの思いをつけあの伝えて、昔のビッグバンドにしたい、まあ素晴らしいアレンジでしたね。僕もね、細かく音を聞くわけではなくて、それで聞けるから、はいはい、ちょっと
あの駆け上がりのブローズっていうんだけど、うん、ブラスの、はい、この微妙なことがね、そのやっぱ生じゃないとできない音なんですよ。でトランペットがタッ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 とかの、はい、グレネアのインサートみたいな感じ、ね、もうここの掛け合いがちょっと声が大きくなるんだけど僕もあのあれパッ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 ってね、あのラインはこれはねついうまいこと作った。いやなかなか出てこないよ、ね、その当時聞いてないと前田さんすごいよ、うん、もうあのグレミラナのトロンボーンの感じるとかね、うん、あとサックスのソリの仕方、はい、これとその掛け合わせの仕方は、うん、なかなか新しいアレンジ分かってる人じゃだけではダメなんです。そうですね、やっぱあの古き良きビッグバンドの匂いを楽しんでくれると思ったんで、ね、うん、あえてその新しくなくていいんだと、あの本当にその空気感を作ってくれたらあとは俺たちが、ね、スターレビの音だからちゃんと今に持ってくるからっていうね。私も楽しい、あなたが歌えば私も歌う、二人で寄り添っていられりゃこの世は楽しい、武器のリズムに身を任せてあなたに抱かれてゆらゆら揺れる、揺らぬ恋でも
したりなら生きてゆけるわ。 Right now だからブギウギワクワク揺れる恋でもあなたの後ならついてゆけるわ。
足が止まらない。
ブラボーだね。ありがとうございます。もう今年はこの言葉しかないでしょう。いやー、いいお客さんだね。やっぱこう僕らと同じなんていうんだろう、空気感で楽しんでくれるお客さんっていうのは、なんか、うん、あのさあやってみろとか、うん、あとは逆に言えばもう必要以上に盛り上がるんじゃなくて、うんうん、僕らと同じように聞くときは聞いて、盛り上がるときは盛り上がるっていうね、うん、いやもう本当にあのお客さんがいるからこそ
作れるスタルビーのライブでしょ、やっぱり、うん、うちのお客さんはもうノリもそうだけども、聴くときはもう本当にピアノの最後の音はなくなるまで拍手しないからね、ずっと聴いててね。だから演奏する側もそういう気持ちになるじゃないですか。うん、だからそれちゃんガガガガガとあれ、あれでの俺のあれだってさ、僕は40何年前に妻子で見てるスタッフだったから25だよ、村が陳情の村祭りね、あなただって21からそこで主力が、はい、その時のもちろんそれも新鮮だったけど、うん、もっとパワフルに効果が聞こえるわけだよ、ね、まあそうね、あの頃なわけも分からずやってたことに比べたら僕らまあ口はばた言い方だけど、うん、40年プロとしてお客さんの前に、立ってライブやってきたわけだから、あの和田さんが見てくれたアマチュア時代の、僕らっていうのはとにかくな、アマチュアって誰もそうだけど自分たちが良きゃいいんですよね。お客さんのことを置いてちゃうからね。そうなんですよ、もうね、めちゃくちゃだからね。やっぱりどうしたらその僕らがやりたいことをお客さんに伝わるんだろうっていうのを少しでも考えられるようになったのがこの40年ですからね。それがプロフェッショナルでしょ。まあ、ね、うまいことそれが伝わっているんだとしたら僕らにとってはもう今日のはもう紛れもない最高のライブでしたね、はい、であの後半戦があって夢伝説から、うん、もうバリバリのライブバンドもうベースは唸るしドラムバシバシ来るし、ああ岡崎君のこう動きまで見てってさ、演奏しながら動きってあるんですよ、うん、それはもうライブ感バッチリで、ね、ライブハウスかって感じだった、うん、そう、あのスタルビの今の面白さっていうのはその距離感をあんまり感じないというかね、なんかライブハウスであたかも目の前でやってるようにね、うん、やれることのだからもう一つちょっとね、あのあとのことの赤いハンカチ、赤い、ね、あごめん、赤いハンカチね、うん、あれって商工クラブで演奏してるんだよ。わかる、俺の言い方、あの戦後のそういう商工クラブでやってる感じなのよ。ね、あのステージが。そうなんですよ、米軍のそのね兵士がいて、なんかそんな感じさえアレンジ的にもそうです、うん、いや僕はだからそうやって歴史とともに音楽を聴いてくるじゃないですか。もちろん好きな音楽は例えばビートルズが教えてくれたりストーンズが教えてくれたりあったけど、 でも時代の音としてそのジャズとか歌謡曲とか僕らが聴いてきたものって時代とともに張り付いてんだよね、脳みその中に。だからそういう音の匂いを使いたくなるんですよ。だから65歳半端ないよ。いやこれはね、聞いてきてないとわからないんですよ。そうですね、やっぱり音楽好きでよかったなって。そうですよね、もう今もそうですけど、うん、あの別にロックバンドに限らずに、何でも聞いてる。それであとなんだ、やっぱりすごい人が好き、なんかこう突き詰めていくすごい人が好き、うん、そうだね、うん、それをいつも僕 CD でいろいろ買ったりするから、うん、もちろん YouTube で見たり、うん、音楽サイトみたいのもいろいろあちこち行くけど、なんか僕は65だけど年下でもすごい人たちいるし、僕らの先輩でまだまだすごい人たちもいるし、ね、いや音楽って飽きないね、飽きないね。いやそう思うことがさ、うん、まあ、さっきあの一番最初冒頭でも言ったけど、アマチュアリズムなんですよ、うん、そうだね、個人個人はプロだとなんだろう、うん、アマチュアリズム大事なの、純粋な思いっていうか、そう、あの頃ってただただ上手くなりたくて、うん、いろんないい音楽を知りたくて聴いたり演奏したりしてた、うん、そこの部分は変わんないからね。だからこの間あるアフィのライブ行って坂崎こうちゃんと話して同じこと言ったんだけど、はい、アマチュアリズムだよ僕たちって大事なんだ。それで上手くなりたいもん。そうだよね、うん、もっともっと何かないかと思うじゃない。そうそうそう、僕らはあの65歳、僕は65歳だけど、まあ、メンバーの中で一番年長者だけど、うん、本当にまだ上手くなれると思ってるし、あとありがたいなと思うのはやっぱり普通にも仕事してたらどんな好きな仕事でもやっぱりリタイアの時期が来るじゃないですか、うん、僕らって自分で辞めない限り、もちろんお客さんが来なくなっちゃったら終わっちゃうけど、やっぱりもうちょっと音楽を詰めたいなと思えばやってられるし、歌で感動してくれるんだったらもうちょっとこの先の感動をみんなで味わったらどうなるんだろうとか思うよね、うん、一般人の僕もそう思ってる。ね、一生元気でいようと何が結構分かんない、うん、僕でも結構やっぱり歌が丁寧になってきた感じがするでしょ。かなめちゃんね、うん、時間が経って経つほど出るね。ああ、そうだね、不思議な人だね。空気が、なんあの空気が見えてくるんですよ。あのこの会場にある空気、何をどう震わせたらお客さんに届くかっていうのが波動ですね。波動。アメカメハみたいな。カメハメハ。でもそういうことでしょうね。だから年齢を減ることに出てくるものもあるし、もちろん失うものもあるんだ、体的にはね。そうだね、うん。でもそうじゃないものも多いから、うん、この音楽のシーンっていうのは。いやー素晴らしいで深いですね。だからもしね、ジョン・レノンが今も生きてて音楽を奏でてたら、うん、ジミ・ヘンドリックスが生きてて音楽を奏でてたら、ジャニス・ジョプリンが歌ってたらどんなふうになってたんだろうね。泣きそうになるのかな。今電気映画がいっぱいあるから、あれ聞いてると本当に今特にこのコロナでこんなに
世の中萎縮しちゃった時にジョンは何て言うんだろう、ジミーは何て言うんだろうってね、考えますよね。俺70、80になったジョンがね、うん、ジェラスガイだったあれはね、男の嫉妬の歌だけど、ね、実はね、うん、それは純粋な思いなんだよ、うん、あのジェラスガイ。そうね、やっぱり自分のことをなんていうの、ちっちゃいと思える、うん、そんな器量がジョン・レノン、あんな大きなジョン・レノンにあったんだからね。その通り、すごいよね。綺麗事じゃないんだポール。そうなんですよいやいや、そんなことで、来年はですね、はい、5月早々サヌキがありますから。そうですね、夏じゃないけどね、はい、今回、初の5月公演ということで、はい、まあ今日やったブギウギワンダーレビューの、あの、なんて言うんだろう、意思の中で、はい、だから、なんて、楽屋音楽祭っていうパターンで今やってたけども、今回このブギウギワンダーレビューの野外編として、なんか僕ら40年の、総まとめを野外、はい、曲で、野外にふさわしい曲でやりたいなと思います。いいですね、はい、とにかくまあ大事なことは体に気をつけて。そうですね、もうこれしかないですよ、はい、僕ね、和田さんの後を追いかけてきてねやっぱり和田プロデューサーがこうやって元気でいてくれて毎回僕らに会いに来てこうやってねインタビューしてくれる、それがね、次も次もっていう思いに、うん、繋がっていくんですよ。つい血圧計つけずに演奏してよあなたもうやめてよ、はい、俺は。そうですね、もう大丈夫です、まあ、はい、それぞれにみんな気遣いながら、あのリスナーの方もそうです、うん、いろんな、時代とともに変化はあるから、うん、その変化を分かった上で受け止めて、はい、無視するんじゃなくて、どういうふうに自分がそこと付き合っていくかね、大事な付き合い方、はい、見つけてください。ありがとうございました、はい、5月楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。年末特別番組スターダストレビューツアー2022から2024ブギウギワンダーレビュー根本かなめ大いに語る。この時間はリーダーの根本かなめさんに2022年を振り返りながら、新たな年2023年への熱い思いを伺いました。インタビュアーは和田元光番組制作プロデューサーでした。星を君は見つけ、そっと微笑んだ。時の速さに流されないように、その笑顔を見たくてここまで来たんだ。一緒に歩いてた、一緒に笑ってた、歌えばいつもそこに君がいた。 This is the song for us、 思いを奏でよう。口ずさめばいい、溢れ出す力にきっと気づくはず。誇れるものは何もないけど、過ごしてきた時代は宝物だ。時にはあったんだ。でも死んでいた。